新の野球指導者早稲田大学では生計学部に所属し同校の軟式野球の選手として活躍大学卒業後は建設会社へ入社し野球を続けた1964年リトルリーグを日本に紹介野球を国技とするアメリカ合衆国のように日本の子どもたちに公式野球を広めたいとする思いから産業経済新聞社フジテレビジョンなど 後の富士山系グループと協力して、リトルリーグの普及に尽力する。1965年、林の長男や友人らを中心として、リトルリーグのチーム、調布リトルリーグの創設に携わる。1967年には、西東京リトルリーグチームとして、全日本リトルリーグ野球選手権大会の第1回大会に優勝し、その後行われた、 世界リトルリーグ選手権大会にも日本代表として参加し、リトルリーグ世界一を獲得した。その後、リトルリーグ経験者が高校野球まで公式野球の競技のブランクを生じさせないようにするため、1970年に超フリトルシニアリーグを立ち上げる。1976年の超フリトルリーグ2回目の世界選手権優勝時には荒木大輔を育て上げる。晩年は、 2000年以前日本リトル野球協会というリトルリーグとリトルシニアリーグを統合した組織の発足にも尽力した。2009年9月11日に心不全のため85歳で調布市の自宅にて死去。同年10月5日に行われたお別れの会には、大貞春、大谷明彦、江本武則、若松津村が参加。松坂大輔が長殿を寄せ、長寿を教え子である。 荒木大輔が読んだ2015年野球伝道特別表彰受賞ありがとうございます。